お待ちしておりました。こちらへどうぞ。ここでお待ちください。めんどくさい。魔物が出たら呼んでくれ。ここまで来て帰るのも芸がないぞ。そうだね。そのヨナの友達に会わないと。またぬか。何やら面妖であるぞ。怖いの、シロ？そろそろ引き返さぬか。あれ、カイネ、どこ行っちゃったんだろう。消えた。名誉な館ゆえさらわれたか、食われたか。鍵がかかってるみたいだ。何やら絵が変わっているようだが。
魔物がいる。なぜこんなところに。前の男の子一人。足音だけでわかるの？当たりですね。うん、あともう一人というかもう一冊シロもいるよ。足音は一人分ですか？我はシロの書、足の生えた書物などあるものか。我らの自己紹介は以上だ。次は何時のことをお聞かせ願おう。僕はエミール、この館の主です。じゃあ手紙をくれたのは君？手紙？一体何のことですか？なんだか話が噛み合っていないぞ。ダメ、近づかないでください。危ないんです。僕の目は物を石に変えてしまうから。だからこうやって目隠しをして生きているんです。ずいぶん変わった特徴があったものだな。手紙の件はもしかしたら執事が知っているかもしれません。この鍵で館の奥に入れるはず。ご案内します。いいよエミール、僕たちだけで大丈夫だよ。そうですか。では鍵をお渡しします。一番奥の部屋が執事の部屋ですから。あとこの家は迷いやすいので館内の図面をお渡ししておきます。